藤井勇は、1935年に創設された大阪タイガースの初期メンバーであり外野手として活躍しました。日本プロ野球初の本塁打をランニングホームランで記録し、そのシリーズでは首位打者にもなりました。戦前のタイガース黄金時代を作りましたが、徴兵の影響で4シーズンしかプレーできず、戦後は1946年にパシフィックで復帰し、1950年に大洋ホエールズに移籍しました。1950年には14本塁打122打点という好成績を残しました。1955年には選手兼任監督になりましたが、チームが最低勝率を記録して1年で辞任しました。通算戦487試合戦482安打146本塁打764打点打率 .275 で、野球殿堂入りするべき選手の一人です。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。